さあ、220ポイント貯めたぞ。いよいよ、吉野家男塾コラボ丼に申し込める。ああ、これでマヒマヒトランポリンパークの名前の入った丼が手に入る。260日間頑張り続けた甲斐があったよ。楽しみだな。誠に申し訳ございませんが、オリジナル丼に入れさせていただくのは、ご本人様の実名のみに限らせていただきます。は？急に実名のみに変更するとかどんな神経してんだよ。こっちがどんな思いで260日間過ごしてきたと思ってんだよ。島優のアトリエ。ああ、やっぱ牛丼はいつ食べてもうまいな。毎日でも食べられるよ。実際、週に何度も来てるしな。え？好きな名前を入れられるのか。面白いキャンペーンだな。な、これに挑戦して、俺の経営するマヒマヒトランポリンパークの名前入れてもらうのいいかもしれんな。いい宣伝にもできそうだし。時は、2021年7月。人気牛丼チェーンの吉野家が、これまた人気漫画とのコラボキャンペーンを開催した。吉野家への来店ごとにマイルが貯まり、マイレージイコール貯まったマイルに応じて、称号と特典が付与されるというものだった。特典の中には、牛丼無料券やデジタルギフトなどが並ぶ中、何よりも目を引いたのが、名前入りオリジナル丼だった。これをもらうためには、220マイルを集めねばならないのだが、キャンペーン期間は260日間。丼をゲットするには、ほぼ毎日吉野家に通わなければならない過酷な企画であった。260日で220ポイントか。ちょっときついけど、これまでも結構吉野家来てるし、なんとか達成できそうだな。俺の経営する、マヒマヒトランポリンパークの名前入りの丼とか、あったら嬉しくなっちゃうよな。よし、挑戦してみるか。これで120マイルだな。なんとか折り返したけど、あと100日通うのか。いくら好きな食べ物でも楽勝とは言い切れないな。もちろん、最後まで頑張るけど。問題は、来週の家族旅行なんだよな。できれば、旅先では現地のうまいもん食いたいけど、そうすると、ポイントたまらなくなるんだよな。ねえ、あなた、名物のお蕎麦食べに行きましょうよ。茶そばですって。いや、俺は吉野家行かないといけないから。キャンペーンのことは知ってるけど、旅先くらいはいいんじゃない？せっかく来たんだし。俺もできればそうしたいけどさ、この連休に吉野家行かないと、ポイント達成できないんだよ。旅先でも吉野家だなんてもったいないわよ。名前入り堂なんてもういいんじゃない？ここまで頑張っただけで十分よ。いやダメだ。俺はやりきるって決めたんだから。まったく、もう頑固なんだから。でもここまで来たら頑張って。ありがとう。すまんな。夜は一緒に美味しいもん食おう。さあね、そうしましょう。いいお店、私探しておくわ。260日間で220マイルを貯めるというのは、想像を絶する過酷さがあった。丼欲しさに、旅行中であっても吉野家に通い詰めるというのは、相当な思いがなければできないことであろう。それでも、チャレンジャーは続ける。なんとしても、名前入りの丼を手に入れるために。はぁ、俺、本当に頑張ったよな。ようやくこの時が来た。丼が届くの楽しみだよな。オリジナル丼に入れさせていただくのは、ご本人様の実名のみに限らせていただきます。お、吉野家からのメールだ。お、なんだこれ。どういうことなんだ。なんで急に仕様変更してるんだよ。こんなの聞いてねえぞ。220マイルを貯めるためにほぼ毎日牛丼を食べ続けたのに、吉野家から届いたメールには、申請したマヒマヒトランポリンパークの名称が長すぎるために対応不可能だとのことだった。また企業名も入れられないと急に態度を変えてきたのだ。はあ、意味わかんねえな。そんなこと前もって言ってなかっただろ。知ってたらこんなチャレンジするかよ。どういうことなのか問い合わせしてみるか。お問い合わせいただきお手数をおかけいたします。オリジナル名入り丼は著作権その他の観点からご本人のお名前にさせていただいております。家族、友人等の第三者、キャラクター、タレント、ニックネームなどは使用できません。本名が本名であるかどうかの判断は誰が何を根拠に行っているのですか。何の根拠もなく本名でないと言ってる場合、とても失礼なことだと思うのですが、本職が社会常識に照らし合わせて、マヒマヒトランポリン様などはどう考えても実名であるとは考えられませんので、そういった判断を含め社会通念上差別行為に当たるとお考えでしたら、人権差別については法務局の所轄となりますので、
法務局にご相談されてはいかがでしょうか。社会通念上問題はないと判断しておりますので、訴訟をされるとのことでしたら弊社弁護士が真摯に対応させていただきます。ちょっと弁護士まで出してきたよ。喧嘩腰すぎね。これは対応やばいだろう。何でもいいって言ってただろうが。大体開始前に問い合わせをした人がいて、返答が任意の名前でいいって返事来たって言ってたぞ。この吉野家のキャンペーンの名前入り丼に記入できる名前について、もともとは何も規定やルールはなかった。どんな名前でも可能であるとされていたのだ。それを覆すのであれば大々的に告知するのがフェアなはずである。何の前触れもなく、マヒマヒトランポリンパークでは丼に入れられないと言われたことで、彼は本格的に吉野家と対決することになっていく。そして彼が味方につけたのは SNS という場であった。毎日通ったのに本名のみに変更になったみたいで、問い合わせたら喧嘩腰でびっくり。うわぁ、吉野家脅してきてるわ。ひってぇ。この返事はちょっとないわ。文明頭悪そう。そういうことなら最初から明記しとけばいいのに。書き漏れしたんだとしても企業としての対応があるだろう。キャンペーンの企画自体が鬼みたいな内容だった上に、内部の人間も鬼かよ。SNS の書き込みに端を発し、まとめサイトは乱立し、室長から二度と吉野家に来ないでくださいと電話で言われたという動画までアップされてしまう。これによってキャンペーンに関わる吉野家の対応の広さは一気に炎上を広げていく。あまりの炎上ぶりに当然吉野家側も焦り始める。ネットですごい炎上してる。このままじゃまずい。とにかくすぐに謝罪文を出すんだ。オリジナル内裏丼について、キャンペーンサイトでは明記がなかったにもかかわらず、内裏丼の特典を獲得した方が閲覧できる内裏丼特典先配送入力フォームで、名前を本名に限定する旨の条件を付し、深くお詫び申し上げます。吉野家は SNS から始まった炎上に大慌て、なんとか消化するために公式的な謝罪文を発表した。また ANN の取材を受けて吉野家は、社内でも認識の統一ができておらず、本名以外の名前を入れようとするお客様がいると想定しておらず、本名で申し込んでくれる者との先入観がありました。名前に関する条件を明記していなかったことを深くお詫びいたします。この公式の謝罪を通して一件落着と思われた。しかし、はい、もしもし。先日は大変失礼いたしました。もういいですよ。今日はわざわざ何の電話ですか。そちら様のご都合がよろしいときに室長がお詫びにお伺いしたいんです。は？本来であれば個別案件なんか対応してないのですが、はあ、今回は当社側にもミスがありましたから、最大限敬意を払わせてもらってますよ。え？なんでどこまでも偉そうな上から目線なわけ？なんなのこの企業姿勢。あんなうまいもの売ってるのに中身はこれかよ。いつ頃ご都合がよろしいでしょうか。わざわざありがとうございます。ところで俺に対してあの高圧的な態度を取った人はどうしたんですか。ただいま他のクレーム対応に追われておりまして。は？当事者が対応しないで他をやってるんですか。結局は舐めてるんですね。いえ、そのようなことは決して。いや、もういいです。結構です。この上から目線謝罪の一件が再度ネット上で広がり大炎上。沈下しかけていた問題であったにもかかわらず、吉野家は別の形で再び油を注ぎ大火事にしてしまったのだ。大好きだったのにな、吉野家。殿様商売すぎるわ。もう行きたくねえや。最初から殴る喧嘩腰の対応した記録がいくつもあるんだから、ちょっとやそっとの謝罪じゃダメージ消えないよな。あの程度の謝罪で済むと思ってるのかな。すき家も松屋もあるのに何やってんだよ、吉野家。多くの客を相手にする飲食業において明らかにやってはいけないことばかり重ねてしまったといえる吉野家のこの騒動。キャンペーン期間と貯めなければならないポイント数のバランスの悪さから、吉野家利用者たちの間ではすでにもやもやしたものもあっての大炎上だったのかもしれない。楽しみにキャンペーンに参加した客の問い合わせに上から目線の態度を取ってしまうなどあってはならないことだ。キャンペーン内容変更となった時点で告知しておけば起こらなかった問題であったのだから、自分たちのミスをごまかすための逃げに見えてしまう。他の企業はこの件を他山の石として気持ちを引き締めてもらいたいものだ。